リーバイスの販売するジーンズの一つ。リーバイス506リーバイスのジーンズに付けられているパッチリーバイスストア新宿店リーバイストラウスはアメリカ合衆国を拠点とするアパレルメーカーでジーンズのブランドである。通称はリーバイスで、現在も創業者の子孫であるハースケが株式の75.6%、議決権の99%を保有する。 創業から1999年まで一族が直接に経営した。主要モデルの詳細はジーンズ特に有名なモデルを参照。以降、数年の間にリーバイスで初めてのジッパーフライのジーンズ 501ZXX、503ZXX、504ZXX を発売する。リーバイスはアメリカ合衆国で1971年に 上場したリーヴァイスは一部発展途上国に契約工場を持っており、早くから自動労働の回避を含むガイドラインを制定していたが、1992年、ある契約工場で就労年齢に達しない自動労働の実態が明らかになった。この時リーヴァイスが取った方針は、現地に学校を作り、 子供たちを通わせて就労年齢に達してから再雇用するというものであった。しかしこの方針に対して株主からの批判が相次いだ。学校を建てる資金があるなら株主により還元するべきなのではないかという批判である。そうした批判を受けながらもリーバイスは同社会長が追求する人権保護や差別撤廃、環境保全、 フェアトレードなどといった社会的責任を追求する、経営を貫くため、上場企業ほど株主利益に左右されない企業になることを選択する、として社会に貢献する企業であり続けるために、創業家によるんぼを行いアメリカ合衆国での上場を止めたというエピソードがある。2019年3月21日にニューヨーク証券取引所に再上場。 公開価格は17ドルであったが、初日の終わり値は22.41ドルと値上がりした。概要来歴広告イメージキャラクター CM 曲、ABCDE2018 ホーム 10K2019 年3月25日、閲覧 SEC ハットアースファミリー2019年3月25日閲覧、ホーブスヤコブ、ウォッチポケット下記参考文献の1、リーバイスブック、 86ページによる。日本でファーストモデルと称する。日本でセカンドモデルと称する。乱暴者イコールはバレモノ。これも選択を繰り返すと印刷が消えたり破れてなくなる。ホワイトレビエス日本でサードモデルと称する。ギャラ入りは 557XX の最初期のものまでバータック7505以降のデニムジャケットは日本で コースモデルと称する場合がある。リーバイス34年ぶり最上場。共同通信社。 https://dis.kiji.is/481584970613507169c=3K9546 兆7418億3946万24012019年3月22日閲覧支配株主であるリーバイストラウスンカンパニーによる 当社株式に対する公開買い付けの結果に関するお知らせ D.Y. ストラウスジャパン2019年12月4日上場廃止等の決定 d イストラウスジャパン東京証券取引所2019年12月11日森谷浩一編 d イスブック d イストラウスジャパン1992年9月1日ありがとうございます